バカラです。バカラ。もう音だけで酔える。お酒飲めないけど。いや、もう勘違いした。炭酸は入ってないよ。伊丹さんで。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日もキャック散歩始まりました。よろしくお願いします。すみません、かぶりました。はい。さあ今日は JR 甲子園口の本赤商店街のバー山谷に来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なお店ですよね。かっこいい。黒を基調としたお店で、はい、見てください、このお酒の瓶の数。僕の35年の人生の中でほぼ来たことのない雰囲気を持っているバー山谷さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてこちらにはバー山谷オーダーの山谷さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、早速もうお酒を出してもらったんですよ。ちなみにですね、僕シーズン中なんでノンアルコールになってます。はい、そこを疑わないように、はい、はい、そうですね、はい、ちょっとご説明いただいてよろしいですか。はい、今あのノンアルコールの方テイクアウトでもしてるんですけど、クランベリージュースとイチゴのこうカクテルに、ノンアルコールのカクテルになります。こちらですね。でこちらの方はウォッカをベースにした金柑と柑橘の香りをしっかり残したカクテルになってます。ということはこちらのがアルコールが入っていて、まあ、こちらが入っていない方ですね。でテイクアウトもできるんですか。そうですね、10月からあの、はい、テイクアウトもするようになりまして、うん、ノンアルコールのカクテルでも楽しんでいただけるように、うん、皆さんにあのこういうカクテルを企画にしました。僕みたいにアルコールが苦手でもフルーツカクテルノンアルコールとして楽しめますし、うん、あのお家でねゆっくり飲みたいなっていう人は後でアルコール足して飲めるということで、今テイクアウトやってます。19時から22時の間にテイクアウトできますので、ぜひ皆さん足を運んで飲みに来てください。はい。そしてね、このお店の中でも楽しめる、はい、はい、で私はお酒がすごく大好きなんですが、はい、でなんかこうねビールとかばっかり普段はね飲むんですけれども、しっかりねこうお酒が効いていて、でもフルーティーで美味しいというカクテルなんですよ。なので、まあ、お店でもお酒が好きな人とお酒が苦手な人で一緒に来ても、はい、そうですね、楽しめるので、はい、ちょっと早速飲んでみます。いいですか。はい、飲みたい飲みたい、みんな飲みたいでしょ。分かる分かる、気持ち悪い。いただきます。いただきます。いただきます。はい。うわうん。さあ、飲んでみましたけれども、どうでしたでしょうか。あの、はい、イチゴの酸味と甘みのバランス、そしてこのビタン酸かな、お子ちゃまな僕でも安心して飲めます。うまい。この果実もしっかり入っているので、どうですか、イチゴも。いや、もう勘違いした。炭酸は入ってないの。うん、入って、ビタンさんで軽くだけ。ビタンさん、はい、ビタンさん、ビタンさん、ビタンさん、俺の舌は正しかった。本当にビタンさん、軽くだけ。ビタンさんってことでね、うん、あれ、氷入ってきた。うん、このフルーツもしっかり形が入っているので、これもね、楽しめるっていう。だって、はい、アルコール入りですよね。はい。本番中に一人だけ楽しんでます。もうなくなっちゃう。でもこういうことですよね。はい、アルコールが好きな方、そしてアルコールがなかなか飲めない方も、二人でお店に来ても楽しめる。そうなんですよ。そうなんです。はい。結構やっぱりアルコールが苦手な方も、あっさりたりしますか。そうですね。あの少し弱い方とかにはこう調整をして。はい、あの全く飲めない方はノンアルコールで、ハンドルキーパーの方とかはノンアルコールで出しさせてもらってます、ね、ちなみに私みたいなお酒が大好きっていう人に、はい、他になんかこうおすすめのお酒ありますか。そうですね、やっぱり僕らのところは、はい、あの日本のウイスキーが多く扱っているので、ウイスキーとかも飲んでいただいたらいいですね。なと思います。そうですね、ちょうど先日あの蒸留所に行ってきたんですけど、日本のウイスキーが美味しいので、飲むから知ってもらえたらなと思うので。でもラベルを見ると同じ名前でもなんかラベルの色が違ったりするんですけど。そうですね、基本的にはあの年数が違うかったり、あとは樽が違うかったり、それぞれ味わいが違ってくるんで、あのこのぐらいの種類があっても、はい、別物になっていきます。だけどもめっちゃありますからね。めっちゃあります。今見ただけでもめっちゃあります。そうですよね。ちなみに岡村選手、東北の出身なんですが、はい、東北のものはあったりします。
今ね、まだ僕のところは今できてはいるんですけど、はい、まだ僕のところにはまだ仕入れてないんで、今後また楽しみにしてください。そうですね、これきっかけに。みんながお店に来てくれて東北のお酒を飲みたいって言ったら、山谷さんはしっかり考えてくれるそうです。はい、はい、僕は今このお店に実際に来て感じてるのは、やっぱり熱気がある熱いアリーナからふとアリーナを離れて心を休める、そして一日を振り返るという意味では、このバー山谷さんの雰囲気は間違いないから、うん、そうなんです、ね、間違いない。そうなんです、はい、すごくシックで落ち着く店内で、はい、で先ほどのこれね、これシュカ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 、あれね、ここもね、なんかすごいこう高級な気分というか、それやってもらってるのを聞いた時も音だけで酔えたお酒飲めないけど音だけでも気分がこう高まる、そして静まる、最後こうゆっくりなっていく時の静寂聞いてますね、ありがとうございますそこはやっぱりね、ちょっとジャンルは違うんですけど、うん、お酒を作るプロの方、そして僕はコートでバスケットをプレーするプロとして、もう見せ方ってあると思うんですけど、さっきはちょっとプロの技見せられたなと思いました。そうですね、はい、でこのカウンターで、まあ、ここで作ってくださるんですよね。そうですね、はい。でね、このカウンターの木が、ちょっとこれ、はい、これ知ってますよ、これ知ってます。これは、でもあれですね、これ一本木なんですね。一本木じゃない、一枚板で、一枚板ですよ、このめっちゃ長いからね、めっちゃ長いから、めっちゃ長いですよ、めっちゃ長い。川村選手3年分ぐらい、あ、そうですね、ちょうどそれぐらい、6年、6メーターの、そうそうそう、正解、ちょっと遅いです、正解、打ち合わせはしないですけど、川村選手がこう寝転んだら3人寝転べるすごい、はい、大きいですよね。これちょっと教えてもらいましょう。はい、南アフリカの原木で、ブビンガという材を使ってるんですけど、三重大工の方にお願いして、この肘置きをどうしてもこだわって作ってもらいたかったので。なるほど、そういう意味の中身か。そう、皆さんここボコってなっているんですけど、あ、確かに、あと、これもこのままいけますね。もう縦でも横でもこうリラックスしてもらえるっていうので、肘置きをどうしても、これはこうやってね、こうの感じですよね。あ、これはもう試合後に来て、皆さんもう応援し疲れてもこうやって飲めます、ね、ゆっくりゆっくりできる、うんうんうん、体勢もそうだし、うんうん、もう気分も休めることもそうだし、うん、まあ、もちろん勝ち負けはね、もちろんね、うん、その意味によってわからないですけど、うん、まあ、負けた後の反省会ではちょっと使ってほしくないけどでも勝った後の熱量を冷ますために、この肘置きでゆっくりお酒飲みながら、うん、そうそうそう、1試合やっぱこうやってね、うん、応援すると手疲れますからね。そこでこうですね、こう、素晴らしい、素晴らしいアイテム見つけちゃった、うん、ねえ、いや、ちょっと売りばっかりなんですけれどもね、他にもなんかここ注目っていうとこありますか。そうですね、僕のところはやっぱりグラスが、はい、こだわりで、グラス、グラスがこだわりだそうです。すいません、飲んでした。いい、綺麗、見えますか、すっごい綺麗、バラのロックグラスなんですけど、すっごいキラキラ、今何て言いました、バカラなんですけどね、バカラ、バカラです、すごい綺麗、ちょうどちょっと男性的なフォルムになってるんですけど、こちら女性的なフォルムの、あ、本当だ、キラキラ、本当だね、うん、男性向けはどっしりした感じ、うんうん、こういうので飲むとお酒も美味しくなりますよ ね、 ちょっと違いますね、気分が、上品、バカラですね、バカラ反応しますね。そういうこだわりってね、やっぱね、うん、気持ちから出るもんですからね、うん、はい、みんなにそれを受け取ってほしいです。うん、そう、だから素敵なグラスで素敵ないろんなお酒が飲めるお店です。そして素敵な仲間と出会えるかもしれません、はいはい、今回はバー大和さんにお邪魔しました。本若商店街にある大人の雰囲気が漂うバーで最高の居心地でした。一枚板のカウンターに寄りかかりながら飲むお酒はバー大和さんならではの体験です。皆さんもぜひお越しください。チャンネル登録お願いします。
この番組はTボールの提供でお送りしました。